はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日はですね、ちょっと緊急の、情報提供があったので、カリストについての、動画を撮っております。で、これから話すことはちょっとね、自分の方では検証確認ができなかったので、みんなできたよっていうことがね、はっきり言えません。はい、まあそういった状況なので、今回のこの話は物は試しだよっていうね、レベルで、聞いてください。で、今回話していく内容は、今からでも国内でカリストプロトコルが購入できたよっていうね、お話になります。こちらのお話の元は、今日の2時半ぐらいですかね、それぐらいに視聴者さんの方から DM が来ておりまして、あの、島津さん、スチームね、スチーム版のカリストプロトコルが今からでも購入できる方法がありました、そういったね、情報がね、情報をいただいたんですよ。で、この視聴者さん以外にも5時ぐらいに、そうだね、また同じ、連絡が来たんですよ。スチームで、ある方法を取ると、国内からも購入ができますよと。で、一応確認のために、視聴者のね、連絡をいただいた方々から、まあ、証拠になるね、画像もいただいておりまして、今映ってるのが、まあ、カリストの購入画面になるんですけど、しっかりと購入ができてるっていうことも、確認できまして、ライブラリーの方にも追加できたことを確認できて、で、これを起動させたら、無事に起動した。ここまで、確認が取れたとのことです。はい。それで、本題の方に移りたいんですけど、どうすれば購入できるのか。これはですね、ある条件が整ってないとできないんですけど、ウィッシュリストにカリストプロトコルを事前に、追加してる方。この方たちが購入可能とのことです。ウィッシュリストっていうのは、簡単に言うと、まだ購入してないゲームを、入れておいて素早く確認できるための、まあ、お気に入りのリスト機能ですね。通常だと、まあ、ゲームのストアに行くと、ウィッシュリストに追加するってあるんですけど、まあ、そこを押すことによってここに追加されていきます。で、ストアが閉じる前にウィッシュリストに入れてた方は、ここにカリストプロトコルが表示されてるはずなんですけど、このウィッシュリストからカリストプロトコルを見ると、今見るとなんとね、カートに入れるっていう表示がね、追加されてるみたいなんですよ。通常ですね、カートに入れるアイコンは、そのゲームが発売されて以降に表示されまして、まあ文字通り、そのカートに入れるをクリックすることによって、そのゲームをカートに入れて、で、そのまま生産ができるっていう、まあボタンになるんですけど、これがカリストプロトコルでも今表示されてるみたいで、で、まあその表示されてる部分を押すと、カリストプロトコルがカートに入って、まあ先ほどね、視聴者の方からいただいた風に、生産ができるみたいなんですよ。で、自分はもうすでに購入してるんで、ウィッシュリストに入れてたんですけど、まあ、消えてしまってるんで、そう、まあ、さっきも言いましたけど、確認ができてないんですよね。ただ、視聴者の方はそうしたことによって、購入ができたということみたいなんですよ。なので、こちらの方法で、まあ、購入ができる可能性のある方は、事前にウィッシュリストに入れてる方のみです。先ほども言いましたけど、ウィッシュリストに追加っていう機能は、そのストアに行って、ウィッシュリストに追加しますかっていうボタンを押さないと追加されないんで、すでに閉じているカリストプロトコルのストアから、そのウィッシュリストのボタンは押せないので、今からウィッシュリストを使って、まあ、購入方法は、試すことができません。そして、視聴者の方からいただいた情報によると、
失敗するね可能性もあるみたいで、あのカートに入れるのが、うん、でその人は1回目失敗したけど2回3回、カートに入れるって押してたらカートに入ったみたいなんですよ。だからまあ数回ですねカートに入れることに失敗してしまう可能性があるんですけど、まあそこはね根気よく、押すっていうことをね注意しといてください。はい、これがね現状スチームで、うん、国内からでも、購入できる方法になるみたいです。で、冒頭でも話したんですけど、こちらの、内容、視聴者さんから証拠になる画像等はもらってるんですけど、自ら検証できてない内容になりますので、ほぼほぼできるっていうことで 100% 断定してできますよとはねちょっと言えないので、改めてそこはね本当注意して聞いといてください。はい、また今回の、まあ、この購入できるのは現状たまたまできているだけかもしれないんで、後々公式の方が修正を入れて購入できなくなる可能性も十分あるので、試してみたいって思ってる方は早めに試してみるのがいいんじゃないかと思います。で、試してみてこの方法で購入ができたっていう方はよろしかったら動画のコメントに連絡いただければ、ちょっとありがたいかなと思います。もしね試してみたけど全くできないよっていうね声がそれなりにあったら、まあ動画出してるのもちょっと申し訳ないので、その時はねクローズしようかなと、考えているのでね、よかったらそうですね連絡ください。はい、よろしくお願いします。ということで本日はですね、なんとまあ Steam 版のみなんですけど、国内からも普通にカリストプロトコルが購入できて、遊べるといった、情報をいただいたので話させていただきましたが、ここまでとさせていただきます。またね、何かしらカリストプロトコル以外にも最新のゲーム情報が入ってきたりしたら、動画にしていきたいと思うので、よかったらね、また見に来てやってください。これ以外にもね、ちゃんとつうか、まあ普通にゲーム実況もしてるんで、ホラー中心で、そちらも見ていただけるとすごくありがたいです。よろしくお願いします。はい。それでは、島津の最新ゲーム情報になりました。これにて失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。